余裕あります？余裕？いくらかお借りできないでしょうか。今晩泊めてくんね？今日っすか？今日だけでいいからさ。良一さん、掃除と洗濯お願いしますよ。あ、分かってる分かってる。それがジャージにただってことなんで。うん、悪い悪い。付き合ったんだ。はい、まだ1週間ぐらいですけど。若そうだけど、いくつ？25ですかね。彼がしんちゃんに会いたいんだって。俺殺されないかな。ちょっと別住むとこなくなっちゃって。あらら。それで剛さんにお願いしてるんですか。舞子さんってもしかしてあの昔剛と付き合いしてた人？部長がなんかこっちの方で家建てられたって聞いたもんですから。ソーラーパネル、順調だそうで。まあ、なんか。再婚されたとかって。え？いつ頃ですか？ね、半年ぐらい前ですか。なんかかなり若い奥さんだって聞きましたけど。うんうん。おいくつなんですか？25。25？ 彼女にはさ、まだ選択肢も未来もいろいろあるわけよ、若いから。これあいつ追い出すかんな。やめて。出ないじゃないですか。いいから、お前とにかく明日部屋探せ。私らはもうどこでも結構ですから。海外に留学したいの。表現？それでくれんの？あれ？お前テレビやんないって言ってなかったっけ？いや、社長は今の私にとって一番大事な人ですから。セックス合わないのしょうがないじゃん。私そんなに軽い女に見える？何考えてんの？